カメラした、うん、ちょっとぼやけてますね。治ったかな。治った。今日ネタなし。いやネタも多分あると思うけど、どうもこんばんは、ありがとうございます。いやたまに音なって、なんか臭くないですか。なんか匂いますね。なんかあのなんか匂いますね。虫もすごいけど、すんどめ、はい、どうもこんばんは。虫がそうですね。バスこれバス事故だよ、皆さん知らない。ほら書いてあるじゃん、ほら、ここはバス事故。この右側の谷は、右側の谷って書いてあるってことはこれですよね。こっちです、こっちです、こっち。これですね、やっぱここに落ちたんだ。そうです、ここに落ちたんだって。この谷にバスが起こったんです、昔。この右側の、ね、谷は過去数度の転数度ですよ、転落事故があり、昭和52年8月11日は日本生命社員の旅行会のバスが転落し、人身被害の大惨事がありました。書いてあるでしょ。激ヤバだよ、ここ本当に。応援して要請しますか。大丈夫ですよ、大島さん、それは大丈夫です。お金かかっちゃうんで、山はやめてください。マダニ注意。そう。すごいですね。え？なんか向こう。え？あ、こんばんはね、チルさん、どうも。ここに落ちたんですよ。ここに。ここに。怖いですよ、ここ。木のところに変わる？それは出ます。マジ？出ますよ。山梨のとこ。新聞でも載ってますからね、心霊で。もうバレちゃってるからね、ナウさんね。だってここに書いてあるじゃん、山梨のどこって。これなんて読みますよ、皆さん。もう。バレちゃってるじゃん。もうなんかさ、山梨って言っちゃったから。まあしょうがないか、もう、分かった。皆さんリアゾ作る。ステッカー持ってきてないけど、今日ないけど、ステッカーもう在庫切れ。そうです、佃煮。どうもあれですね、ここは来てますね。怖い。はい、ありがとうございます。そう、いますよ。そう、今日はドルさんとね、2枠で見て、見てくださいね。遠いんだ。ですね、うん、家に帰ったら、塩かけたら、いや大丈夫、塩は。なおちゃんさん、どうも。佃煮、私も山梨です。来ます、なおちゃんさん。あらら、でね、そう、佃煮、はい、一家さん、一家さんでいらっしゃ、いないよな。なんか音鳴ってますよね。ね、すごいですね。なんかすげえ、虫すごいな。虫がね、集まってきちゃいますね。あ、集まってくるな。鈴、鈴の音した。嘘。え、鈴の音してないよ。まだつけてないよ、俺。落ちたとこ行ってみますか。ここですね。ここ。ここに落ちたの。ここです、ここです。見えます、見えます。聞こえました？熊、ここはいると思うよね。山梨の人多分いると、いるよね。いるよね。この辺り。昇仙峡なんかいるよ、多分。光ってる、光ってる。お金かけてんね、ここね。かけてますね。かけてます。この間こんな綺麗じゃなかったの。そうですね。2万1000円だからね、1500円ね。すごいですか、これ。だからやっぱり供養してるんだよ。うん、供養しますね。だってここだって普通に落ちるよね。ガードに何もないもん。何もないですね。だからなくなってても対策しねえんだもん。すごいよな、と思う。本当ですよね。ガードより置いとけばいいとこじゃないの。多分だいぶ違うと思うけど。そのコーナー。うん。ジーンズだった、ここね。それは落ちるでしょう。何も言ってないの。こんばんは、いらっしゃい。あ、千人ありがとうございます。どうもした、どうも。15分で千人ありがとうございます、皆さん。すごいね。今日はナヨさん、皆さん、来てください。ナヨさんに千人、閲覧千人を。いや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 。すごいですね。ね、どうこれ。初見さん、いらっしゃい。はい、虫がすごいですね。心霊スポット行きたい、ね、ちょっと顔がある。虫すごいんだよね。いや、でも涼しいんだよね、結構ね。初見さん、いらっしゃい。どうも。よかったらサポートもね。そう、ナヨさんもよかったら入ってください、皆さん。見てください。二窓でね。うん、私結構こんなん暗い、行きます、こう来る。本当にめっちゃ暗いですよ。うん、翔平さんいらっしゃいと思う。木のとこにいる。いや、ここでもね、新聞とこ載ってるよ。バス事故でちょっと検索すると分かるよ、これ載ってるよ。翔平さんいらっしゃいと思うね。バス通れる、通れる、通れる。翔平さんこんな感じだ。もう下ってて、まあこういう感じでね、こういう感じですよ。曲がりきれなくてそのまま刺さった。霊感強い、います、ここ。うん、今度彼氏と行ってみますね。了解ですね。熊に気をつけてくださいね。写ってる？俺ちょっと写真を後で送りますよ。ね、ちょっとバッテリー充電してから。怖いですよ。そう、変な声聞こえました。さっきね、鈴の音とか鳴ってんだよね。で、これ多分場所ね、検索しても出ないよ、多分。ここ分かんないよ。昇仙峡でも、昇仙峡でいっぱいあるからね。
2枚少しました。なんかいます？今日は2人、ここにね映ったんだって、女性の顔が。だっけ、なんか幽霊の顔が映ったって。これちょうどこの辺りですね。スピード出るところですね。周り気ないですね。あれなんか映ってね。うん、東吉さんどうもすいませんね。ここ大丈夫、いない？じゃあ3点、はい、どうぞ。職員さんね、3点、え、なんか染み込んでるよね、そこの部分だけ。今日はどうぞ、何これ染み？コラボ配信やってますね。よろしくお願いします。アポイもね、すいません。やばい、こんなにもらっちゃった。今白服の女性いませんか？東吉さんいないと思うよ。本当にね、うなってたよ、マジ。はい、どういう感じ？司さんね、どうもこんばんは。思いなのかな。うん、3月の、あ、サイズさん行ってないの？ミッチーさんもね、お茶すいません、ありがとうございます。声聞こえませんでした。いや、聞こえなかった。このポストは何だろうね、これあれかな、北区の人が入れる名刺入れなのかな。あ、金子さんとロックさん、いや、会ったことないよ、でも知ってるよ、僕。すごいですね。うん、すごい有名な人でしょ。知ってる知ってる知ってる、まあね、同じ業界の人だからすごい尊敬してますよ、俺は。うん、すごい人だと思う。行動力もね、頑張ってほしいです。なんか影見えた、女の人の声がしました。ナンシーさんね。え、鈴が聞こえんだよね、なんかね。お茶すいません、やばいな。こんばんは、ベタさんいらっしゃい。翔平さんいらっしゃい。さっきの鈴なんかやばいんだよな。白いの動いた、マジ。なんだこれ、ちょっと挙動不審。ちょっと挙動不審が止まってましたね。うん、眩しい。眩しい。大丈夫でした。まあ、あれからゆっくり走ったらね、うん、マジ？右移した時なんかいた？いや、俺も鈴まだつけてないよ。だってまだすぐそばだから。山登りする時はつけるよ、当然。うん、つけないと危ないもん。ここに映ったって書いてあるよ。ここに。お笑いとかないない。一回しか通って、過去に。今日は何箇所かな？ 3 箇所ぐらいは、こう3、4箇所行きたいなと思う。うん、もう鈴持ってきてるよ、今日は。退散しちゃっていいの？もういいの？あ、フレームごめんなさいね、ちょっとね、放送中なんで申し訳ない、ありがとう。うわ、虫が、虫よー、虫よー。うん、いえいえ、レイタ君、レイタ君は皆さん、うちの GR 支部長ですから、よろしくお願いします。そう、呪えーって。ここはね、バス転落事故。そう、転落事故なんですよ、ここ。染みない？ここに映ったらしいよ、なんかいる？こんな感じ。それから新年幼なのということで31年って書いてあるね。じゃあジャストなんとかラインさんって37回忌なんだ。37回忌だ。いや、やばいですね、こんな人いませんよ、ここ今。いや、なんかね、匂いは違うんだよね。やばい、虫除き持ってきてない。ムータン持ってきて、ね、今から今日2人、うん、今日は2人仕事中です、頑張ってね。カメラさんだもんね。顔映った。この顔、ここに映った、顔映ったらしいです。あ、本当ですか。あの、写真見た時に映ってた、本当に。ちょうどこの辺りですね。この辺り。あ、はいはい。この辺り。それで、なんか新聞とか載ったみたいです。あ、そうですか。うん、この辺りに顔が映ったそうです。この台座に映ったって。台に映ったらしいです。うん、え、切ろうかな。この辺り。匂いは、熊が近いの。線香の匂いしない。今日は二人。台座のところに。よかったら、ナヨさんのアドレス貼ってね。どこ？昇仙峡、山梨です。甲府です。甲府にいますよ。あ、職員さんね、ありがとうございます。うん、京王道乗ってくれば多分1時間ぐらいで。小江さんね、はい、心霊祭りで。はい、ありがとうございます。つくだに、どうも、ね、中西さんいらっしゃい、ね、うん、え、なんだなんだなんだ今。なんか今この影が手がふってね、えふってこう出たんですけど、こう下に。いや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 、虫すごいな。こんな弱くても来るんだよ。すごいですね。濃いな、これ。怪奇現象がドロさんのところで始まってます。大豆のくぼみなんかある、ね、え、なんか映ってるよね。ほら、こっち見てません、これ見てください、これ。この真ん中の顔っぽく見えません、真ん中。ほんとだ。ちょっとここないぞ、ここ。ちょっと浮かび出てきてるよ。え、なんかちょっと写真撮ろうなきゃ。あ、ほんとだ、ほんとだ。今だ、写真撮ろう。ドロさんが写真撮るそうですよ。なんか映、なんか女の人がなんか映ってきてないよ、ほら。顔っぽい、ね。顔っぽく映ってきてない。これなんだよ、これ。これがだからその幽霊騒動になったっていう。ここ分かりますよ。え、なんか映りかかってきてない。ここなんかやばいっすね、なんか岩肌のところ。え、髪の毛あるじゃん。え、これ髪の毛ですよね。やばいっすね。鼻もあって目があって、うん、え、音鳴ったよ、ポチンって。テンテが相談して、どこ、よし。本当だよね。ちょ、だからちょっと今いいですか、なんか、ね、ここ、すいません、怖いっすよ、この辺、
この辺、この辺、さっきからずっとこの辺、うん、この辺、お、離れてるとほら、だんだんほらほら、ちょうどほら岩のところだ、あ、黒っぽい、黒っぽいとこあるじゃん、ほら、あ、本当だ、なんかこう見えます、見えますね、見えますね、見えますね、あ、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、え、見えます、見えます、なんか見える、これが多分ね、写真が写ったやつだと思う、うん、え、これさっきからずっとですか、いや、さっきなかったですよ、浮かび出てきた、あ、食事さんね、はい、どうも、なよさん、なよさん、いらっしゃい、わかんない、ねえ、佃に、それ違う、違ったか、違ったか、かけてます、じゃ写真送るよ、いえいえいえ、ツイッターにね、皆さん、ツイッターに写真送ります、さっきかけましたけど、うん、この辺、この辺が、この辺が結構、うん、ねえ、顔いっぱい見ます、本当ですか、やばいな、うん、やばいですね、うん、今日やばそうですよ、やばいよ、ね、やばいですよ、新聞が出るってことは、そうですね、うん、確かにそうですね、左もある、なんか佃煮どうも、ね、翔平さんいらっしゃい、左下いない、ね、どうもいらっしゃい、左下さん、ね、え、どこ、皆さんも来ました、ありがとうございます、え、分かんない、お願いします、今どうだんだん変わってきてる、なんかコラボしますね、やってます、ありがとうございます、乗られる、いや、乗られるのはいいんだけど、別にいいですよ、うん、乗られるのはいいんだけどね、リアルに庭のあたりですね、カゴがいっぱい見えるみたいですね、え、うん、右側もパンパン燃えてるよ、霊障が始まってますね、霊障がね、うん、左下買わないですか、本当ですか、いや、虫がうざい邪魔する、これは言ってるんですよ、俺言ってます、生です、生、これは慰霊碑、そう、慰霊碑、これ本当リアルにこうなくなってるからね、昔 ね、37回忌みたいですね、37回忌ですか、うん、これ書いてあります、あ、本当だ、うん、37回忌ですね、37回忌、うん、もう37回忌なのにこれだけのね、セットがあるってことですよ、供養されてるね、もう完全に供養されてないかもしれないですね、いや、供養しないですよね、うん、多分ね、ここ結構噂がありましたもん、うん、そうですよね、頭痛い、象の、ね、象の後ろ、象石が何、多分後ろの中で見える、いける、いや、いける、いける、え、なんか今、あれやばい、お茶、あ、お茶がありがとうございます、カルさん、すみません、お茶がありがとうございます、チャーリーゲームしてください、チャーリーゲームする前に顔なんとかしてくれませんかね、右下ね、確かにこの辺でしょ、チャーリーゲームやりたいの、この辺だよね、わかんないもん、チャーリーゲームってなんだろう、コックリさん